皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのとしです。今日は日記の動画です。タイトルは宿題は何のためにするのか、こういうものです。学校でも塾でも宿題は出ると思います。ではこの宿題、何のために出るんでしょう。学校の先生、塾の先生、多分こんな風に考えて出しているんじゃないでしょうか。勉強した内容が一度では身につかない、だから家で復習してもらって、その内容を理解してほしい、こういう思いだと思います。それではじゃあ宿題を出されている生徒、子どもたちはどうでしょう。多くの子どもたちはとにかく宿題を終わらせること、これが目的になってしまっています。理由はお父さんやお母さん、保護者の方から叱られるから、怒られちゃう。また中学校では成績評価、この基準で提出物、宿題を期日まで提出したかどうか、これがある程度の割合を占めているんですね。そのためにとにかく期日までに終わらせて提出する、それが目的になってしまっています。つまり何のためにという部分、この部分を忘れて宿題をしている、または気づかずに宿題をしている、こうではないでしょうか。論理や問題集をやって、とにかく答え合わせをして、丸付けをして、間違えた問題、それは正解を見ながら答えを赤ペンで写す、ただ写す、こういうことをしているお子さんが多いようです。でも宿題の目的から考えたら、それでは学力はついていきませんよね。ですから学力をつけたければ、この部分を修正しなければいけません、ね、間違えた問題は、ね、正解とは回答、解説、これを見て解き方を理解する、この部分が大切で、どうやって解いたらいいか、この順番で解けば答えが出る、その理由はという部分ですね。この部分を理解して解き直しをして正解にたどり着けるようにする、そういう力をつける、そういうことをしないと多分学力はなかなか上がらないと思います。この動画を見てくださっている皆さん、または皆さんのお子さん、宿題はどんな風にしているでしょうか。もしこの動画が宿題をする参考になればいいと思います。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。